今回は、千年戦争アイギス、月下の花嫁2を紹介します。魔物の信仰により王都を追われた英雄の血を引く王子アンサーは、言い,い名付けの家具やたちと共に女神アイギスの神殿へとたどり着いた。そこで魔物復活の真相を知った彼らは自分たちの力で王都を奪還すべく。 新たた。な仲間を求めて旅立つのだったそして旅の道中北の国境近くの新緑の町が魔物に占領されていることに気づいた王子は生き残りの住民を救出すべく立ち上がるがそこには凄惨な現実が待ち受けていて家具屋の次女日陰が使えるシリアルコード付きゲームをやっている自分にとっては好きなキャラが小説で活躍するということで。 大変良いものと感じました。ゲームで使えるキャラクターがもらえるのも二重丸です。内容的には一巻に引き続き小説オリジナル要素を交えつつあまり深掘りされないキャラの設定を語りゲーム中のステージストーリーを追う感じです。小説だけ読むのであれば他の売れテルラノベを読んだ方が良さそうではありますが。 ゲームも遊ぶ前提であれば大変おすすめの本となっています。以上興味のある方は実際の商品を Amazon などでご確認ください。今回は最後までお付き合いありがとうございました。よかったらチャンネル登録をお願いいたします。